バネッサ・ハジェンズのディスコグラフィは、アメリカ合衆国のバネッサ・ハジェンズの2枚のスタジオアルバム、1枚の EP、4つのシングル、2つのコンサートツアー及び4つのミュージックビデオの一覧である。大ヒットしたディズニーチャンネルオリジナルムービー、ハイスクールミュージカルのサウンドトラックは2006年春に全米ビルボードのアルバムチャートビルボード200で第1位を獲得し、 2006年度のアルバムセールスで1位に輝く。ハジェンズの最も成功したシングル自由をつかめはビルボードホット100で最高4位を記録する。2006年にハジェンズはハリウッドレコードとレコード契約を締結。デビューソロスタジオアルバム V は2006年9月26日に米国で発売された。日本では スタンダードエディションが2007年1月17日に発売され、デラックスエディションは同年8月22日に発売された。アルバムは北、アメリカで発売後の最初の1週間で3万4000枚以上売り上げ、ビルボード200で第24位となる。アルバムは米国で50万枚を出荷し2007年2月27日付で、アメリカレコード協会よりゴールドディスクを獲得した。 アルバムはその後、米国で57万枚以上を売り上げ、アルゼンチンでキャップフによって、プラチナディスクを獲得した。セカンドソロスタジオアルバム、アイデンティファイドは2008年7月1日に、米国で発売された。日本では6月25日に発売された。米国で最初の週に2万2000枚売り上げ、ビルボード200で第23位となる。ありがとうございます。